紀元前6世紀の諸民族とイッセドネス人の位置。イッセドネス人は古代ギリシャ時代に最も東に住む民族とされた遊牧民。その居住地は中央アジアのカザフステップだと思われる。エッセドネス族とも表記される。イッセドネス人について最も古く書かれているのはアリステアスの女子誌アリマスペアであり、そのことがヘロドトスのヒストリアイに記されている。 プロコンネソス出身でカイエストロビオスの子のアリステアスは、その作詞したジョジ詞にポイボスによって神がかりとなり、イッセイドネスの国へ行ったこと、イッセイドネス人の向こうには一つ岩のありますポイビトが住み、その向こうには黄金を守る会長グルプスの群、さらにその向こうにはヒュペルボレオイビトが住み、海に至っている。と語り、ヒュペルボレオイビトを除く、 アリマスポイ人をはじめとする民族は絶えず近隣の民族を攻撃し、イッセドネス人はアリマスポイ人によって国を追われ、さらに南方に住んでいたキンメリア人はスキティア人の圧迫を受けてその地を離れたという。ヘロドトス、歴史巻ンから13アリステアス自身、イッセドネス人の国より向こうには行ってはおらず、アリマスポイ人以降の民族については、彼の伝聞に過ぎない。 とヘロドトスは記しており、続いてヘロドトスは、歴史において、自身の伝聞を挙げている。サウロマタイ人の彼方にブディノイ人がおり、ブディノイ人の国を越えて北へ向かうと、無人の地が続き、そこから東に転ずると、テュッサゲタイという多数の人口を要し、得意な性格を持つ民族がおり、テュッサゲタイと隣接して、イユルカイという民族も住んでいる。 この国を越えて東へ進むと、別種のスキティア人がおり、そこからさらに進むと、サレキ地帯に入り、やがて高い山脈のふもとに住む悪ルいっぱいオいの住地にたどり着く。我々の知識が及ぶのはこの辺りまでで、これより向こうについては確実なことは誰にもわからない。ただ、特等族の東方にイッセドネス人が住んでいることは確かであるが、特等族にしてもイッセドネス人にしても、 その異北のことに関しては彼ら自身が言っていること以外何も分かっていない。ヘロドトス、歴史巻4から21から25ある家の父親が死亡すると親戚縁者が次々と家畜を携えて集まり、これをほふって肉を刻み、さらにこれと一緒に死亡した父親の肉も刻んで混ぜ合わせ料理にして宴会を催す。死者の頭は毛を剃って綺麗に洗った後、 金を被せて礼拝物のように扱い、毎年盛大に生贄を捧げて祭る。また、女子も男子も、陽動の権利を持っている。このことについて、ヘロドトスは、人肉を食すというのはともかく、子が父に礼を尽くすことについては、聖者の利をわきまえた立派な民族と評している。ポンポニウスメラの世界地理によると、イッセドネス人は、親の葬儀で喜びを表し、集まって、 祝祭を催す。そして、個人の遺体を引き裂いて、家畜の胎児の民地と混ぜ合わせ、縁に来た人々に振る舞い、食べ尽くす。頭蓋骨は磨き上げて、黄金を巻き、杯に使う。これらの行事は、一世のネス人における最も深く、親に尽くす、義務行為である。という。e o 百九十九北極海以下。あるいは、オホーツク海、日本海。 太平洋などといった東シベリアよりも東方に広がる海について聞きかじってきた可能性もあるウラル山脈か ?EO1999P513 ありがとうございます。